ハレリアの MTG 内閣低めラジオ。はい、どうもこんにちは、ハレリア高校の大塚渡です。はい、ハレリアメディアチームの大久保です。はい、同じくメディアチームの山崎と申します。はい、一応編集担当してます、石上と申します。はい、動画編集です。はい、まだ新人の深谷です。はい、よろしくお願いします。というわけでですね、今回はですね、まあ、こういうラジオ企画なんですけど、まあ多分聞いてる人々とね、この無駄な時間を過ごしていただこうということでですね、わざわざね、内角低めっていうタイトルがある通り、ストライクゾーンが狭いからすごい狭い、マジックの中でも狭いところの話をしていきたいなっていうことで、まあ一応ね、あらかじめテーマをいくつか用意しておいてですね、カード用意してあるんですけど、ランダムで引いて、その中からね、ちょっとテーマ選んで、それについて語りようという感じになっております。カードじゃあ早速引いちゃう。はい、じゃあ、じゃあ台に引いてもらおうかな。じゃあ じゃあ引きます。はい、はい、どん。デデン。カバレージ。カバレージ。カバレージについて。結構狭い。俺はめっちゃ喋れるけど。そう、まずカバレージっていう言葉の意味はあんまり分かってない。すいません、僕分かんないです。いや、僕もマジック始めて、初めてカバレージっていうことを知って、そのマジック以外の場所でカバレージっていう言葉にしたのは結構最近で、あの昔ラスベガスをやっつけろっていうのテリー・ギリアムが監督やってて、で、ハンター・ S ・トンプソンっていうジャーナリストの電気的な小説を、まあ、映像化したっていう作品で、これ結構主演がジョニー・デップだったりとかして、まあ、その中でトンプソン役のジョニー・デップのセリフとして、まあ、ジャーナリストだからバイクレースの報道をするんだけど、その報道っていう発言の中でカバレージっていう言葉が出てきて、あ、カバレージっていう報道って意味をする言葉なんだなっていうのを最近知ったっていう。へぇ、まあ、まずカバレージの意味だよ。はいはいはい、カバレージとは関係なかった。マジックは関係ないんだけど、まあそういう報道を意味する言葉ですね。確かに僕らは普通カバレージって言ったら試合の実況みたいなイメージ見てるけど、まあ、普通マジックで言うとなんか観戦記事テキスト、うん、対戦の様子をあれするものだけど、本来広い意味で言う例えばレースだったりとか、なんかそういうものの様子を文章で伝えるとか、そういうものがまあカバレージ報道なのかな。あれコツみたいなの何を意識するの？カバレージはね、結構ねそれ語ると長くなるとフォーマットごととか、特に僕が意識してるのはスタンダードは人対人っていうのを意識して、はいはい、モダンはデッキ対デッキ、でレガシーはプレイ対プレイっていうのを意識してカバレージを取るようにしてる。スタンダードはやっぱりそのいろんなプレイヤーがやってるし、まあやっぱり上位に勝ってるプレイヤーをフィーチャーすることが多いんだけど、まあたくさんプレイヤーが参加してるってことは有名なプレイヤーもたくさん参加してて、例えば安岡翔太対斎藤智春って言ったら絶対カバレージ取りたいじゃん、うん、そしたらその2人はどういうつながりがあってライバルであり仲間であった、その2人がまあこうやって相見えることになったみたいなテキスト、うん、ドラマを書いてあげて、まあモダンだったらデッキ相性がすごい如実に出る、うん、はい、例えば神話対マーフォークとかってもうものすごい神話が有利なんだけど、まあそうなったら神話が一方的に勝つのか、もしくはマーフォークが頑張るのかみたいな、ちょっとそこで見せ方があるっていう。結構ね、なんか冒頭にかなり語りを入れる人ってそう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 、あれはね結構ね前文日本特有の文化っぽくって、はい、結構そういうドラマ仕立てっていうのが今は結構カバレージの主流ですね。じゃあこれ聞いてる人は今すぐハレリアホームページのカバレージを英語 の公式カバレージって結構、まああんまり英語得意じゃないけど短めな感じするよね。英語版のカバレージはまずゲームの区切りがなかったりする。うん、そうだね。だからもうなんか1試合目がスラッと終わって、え、いつ終わったのっていうぐらいで2ゲーム目みたいな感じのなんかサクサクする。だから1ゲーム1ゲームの読み物じゃなくて、もうカバレージって文章全体で一つの流れのあるなんかこう最初から最後1時間ドラマじゃないけど、なんかそういう感じの3ゲームが全部1ゲーム同じ1ゲームのかのように進んでいく感じがするよ、ね、で僕は日本式の1ゲーム1ゲームの区切りがある方がなんかあの見せ方の幅もいろいろ広くて、1ゲーム目と2ゲーム目の間に文章を挟んでもいいし、挟まなくてもいい、あのテンポ感を良くしたいんだったら1ゲーム一瞬で終わらせて2ゲーム目っていうこともできるし、まあ僕はどっちかっていうと区切る方がまあ自由度が高いなと思ってるんだけど、まあその辺はちょっと人によるかも。自分が書いてるって前文ですごい陶酔しちゃって、前文と後文が一番あの力時間がかかる。プレイヤーの紹介だったりとかデッキの紹介だったりとか、でこの間の GP、静岡グランプリ静岡レガシーの決勝で角前照也さん、武蔵の、そうですね、あと加賀博之さん、赤タンプリズム使ってらした、まあ北海道でプレイされてて、まあ、昔フライデーナイトマジックで参加し続けて、あの昔レーティングがあった頃で、そこで勝ちまくって世界選手権にレーティング招待されたっていう経験もあるし、結構すごいもうマジックが好きすぎるっていう人同士の、まあ、マッチアップで、まあ、このカバレージとかは前文だけで結構2000文字ぐらいある、原稿用紙5枚分ぐらい長い多分全部で8000文字ぐらいとかあるんですよ、この時。もともと1万2000文字ぐらい書いちゃったのを4000文字削ったみたいな。
結局長いからもうそこは求められてる分以上書いてる、はい、正直 今のライター僕に限らずだけど読むのは正直言って多分しんどいと思うんですよ。ただそのゲーム内容よりは前文と後文で一つの物語になるように大体なってるからざっと見ればいいかな。あーゲーム内容に関しては多分動画見方が今はよっぽどいいんですか。作ってるその人の思いとかあとはここまで来るためにどういう人なのか紹介が前文にあってで結果でその人がどうだったかでそれを受けてどういう気持ちなんだろうみたいなのが後文に書いてあるみたいな。そうそうそう、今だとやっぱカバレージでドラマを感じる方がいいかもね。今回だったら角前さん加賀さんのあれだと、はい、まあ、ちょっとツイッターとかで角前さんに寄りすぎてるんじゃないかってご意見もちょっといろいろ拝見はしたんですけどまあでもそれは結構寄っちゃっててもいいかなっていうのが僕の考えで、うん、読み物として面白いっていうのが最も優先すべきこと、うん、ゲームの正確さだったりとかプレイヤーが何を考えていたかって今はプレイヤーが自分でも情報発信するしゲームの内容は動画で見れちゃう実況解説付きで動画で見れちゃうっていうような時代だからテキストの役割としてはその読み物本来動画とかでは伝わらない現場の雰囲気とかあとプレイヤーのそれまでの積み重ねてきたもの背景とかそういうものにフォーカスして読み物単品で面白いものにするのがまあカバレージの役割かなって僕は今思っている。まあそうしないとね動画とかと差別化がまず難しい。そうですね、本当にマニアな話を言いましたねプロフェッショナルな逆にでもこれ聞いてる人がカバレージどういうものが見たいのかっていうので僕は参考にしたいからです。あそうですね、コメントとかコメントとかで、ね、それは欲しいかも。カバレージぜひ興味があるっていう方はちょっとねハレリア受けに来てもらいたいこんなところでしょうかちょっと偉そうに語ってしまってだいぶ、いやいやいい。というわけでハレリア MTG 内閣姫ラジオ第1回はね、カバレージ1回目かなり内閣姫ラジオ大体で球審はこれボール出すだろうまあこういう感じで、なんかこういうね、よくわからないようなすごいニッチなところを攻めていった内容にしていきたいと思います。というわけで、ここまではですね、ハレリア候補大塚渡る、はい、はい、ハレリアメディアチームの大久保、はい、同じくメディアチームの山崎、はい、動画編集の石上と候補の深谷で、ね、はい、の5人でお送りいたしました。というわけでここまで聞いてくれてありがとうございます。それではまた。